안녕하세요。나나예요。오늘은어떤것을배우게되나요그동안배운것을이용해서간단한대화를연습해봅시다。会社員、会社員、会社員。ナナさんは会社員ですかはい、私は会社員です。 ななさんは会社員ですかはい、私は会社員です。ななさんは会社員ですかはい、私は会社員です。あなたは田中さんですかはい、田中です。あなたは田中さんですかはい、田中です。 あなたは田中さんですかはい、田中です。学生、学生、学生、大学生、大学生、大学生。ももちゃんは学生ですかはい、大学生です。 ももちゃんは学生ですかはい、大学生です。ももちゃんは学生ですかはい、大学生です。大学院生。大学院生。大学院生。みなみちゃんも大学生ですか いいえ、大学生じゃありません。大学院生です。みなみちゃんも大学生ですかいいえ、大学生じゃありません。大学院生です。みなみちゃんも大学生ですかいいえ、大学生じゃありません。大学院生です。鈴木さんはお医者さんですか いいえ、医者じゃありません。教師です。鈴木さんはお医者さんですかいいえ、医者じゃありません。教師です。鈴木さんはお医者さんですかいいえ、医者じゃありません。教師です。それでは、またね。